それでは、常磐興産株式会社の説明会を始めます。よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さん、アロハ。常磐興産株式会社採用担当の佐久間と申します。この度は常磐興産株式会社の説明会へお越しいただきまして、誠にありがとうございます。今回の説明会にて、弊社への理解を深めていただき、サービスについて知っていただけたらと考えております。では早速ですが、説明に入らせていただきます。それではまず、常磐興産って何をしている会社なのかというのをお伝えしてまいります。弊社はご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、主にスパリゾートハワイアンズの運営をしております。しかし、弊社の事業内容、それだけではございません。こちらが弊社の子会社を含めた事業展開でございます。石炭の輸入、販売、貨物運送、自動車整備、新しいところですと、高糖度のミニトマトの栽培なども手掛けております。新卒採用の皆様には、観光事業であるスパリゾートハワイアンズにてお仕事をしていただきます。それでは、観光事業について詳しく説明をしてまいります。先ほどもご紹介しました通り、観光事業のメインはスパリゾートハワイアンズの運営でございます。ハワイアンズは地元いわき市のリーディングカンパニーであり、スタッフはそれを誇りにお仕事をしております。ハワイアンズと聞くと、プールに温泉などを思い浮かべる方が多いかと思います。まずはその施設についてご案内してまいります。まずこちらに東京ドーム何個分の敷地面積というふうにあるかと思うんですけれども、こちら何個分だと思いますでしょうか？こちら実は東京ドーム、6個分の敷地面積がございます。面積でいうと約13万平方メートルございます。とても広い施設なんだなということをこちらで感じていただければなと思います。では続きまして、その広い敷地の中にこちらの6つのテーマパークがあることをご説明したいと思います。まず左上から右側に順番にご説明をしていきます。まずウォーターパーク、こちらはトロピカルムードたっぷりの一年中熱帯気温の大ドームでございます。続いてスパガーデンパレオ、こちらは人工美と自然美の融合を体験できる屋外アートスパ。そしてスプリングパーク、こちらはくつろぎ楽しむ温泉オアシス。泉質と南欧風の浴槽にこだわっております。そして左下に行きまして、江戸城は夜市。こちらは江戸情緒あふれる大露天風呂でございます。夜はプロジェクションマッピングで花火と祭り囃子を楽しむことができます。そしてウィルポート。こちらはより健康的に美しくなるための綺麗なヒントがたくさんございます。そして一番最後、6つ目のテーマパークは2017年7月にオープンいたしましたビッグアロハでございます。弊社の施設、こちらの6つのテーマパーク以外にこちらの3つのホテルも運営しております。ホテルにより様々なタイプのお部屋がございます。ですので、好みや目的などに応じた施設をご選択いただくことができます。まず左側からホテルハワイアンズ、こちらは一番歴史の長いホテルでございまして、和室がメインのホテルでございます。そして真ん中、モノリスタワー、こちらが一番新しいホテルで、人気もとても高いホテルでございます。そして一番右側、ウィルポート。こちらは地中海リゾート地、リビエラをイメージしたホテルでございまして、ウォーターパークの中にございます。ウォーターパークの中にございますので、お子様連れの方からとても人気の高いホテルとなっております。そして弊社の施設、こちらの6つのテーマパーク、3つのホテル以外にも、実はこんなものもございます。スパリゾートハワイアンズゴルフコースでございます。こちらはコースが3つ、3コース、そして27ホールズございます。ですので、初心者の方からベテランのお客様まで幅広いニーズに対応することが可能となっております。
そしてそのゴルフ場の中には2021年7月にグランピング施設マウナビレッジをオープンいたしました。こちら具体的な写真、お写真が次のスライドにございます。はい、マスクなしでゆったり過ごせるというふうに好評をいただいております。なかなか予約が取れないといったお声をいただいておりましたが、2022年7月にテントを増設いたしました。13個増設しまして、現在は21棟でお客様をお迎えしております。こちらの写真にありますように焚き火でしたりブランコ、そしてグラススライダーなどがございます。ですのでスパリゾートハワイアンズに遊びに行くというまた別の楽しみ方がこちらのグランピング施設ではできるようになっております。はい、ではこちらが、ここまでが観光事業スパリゾートハワイアンズについてのご説明でございました。ではここから弊社の歴史についてお話をしてまいります。まず弊社にはこちらにあるように130年以上の歴史がございます。始まりは24年度に一万円札の顔ともなる渋沢栄一さんなどが発起人となり、いわき炭鉱を創立した1884年、そしてその後合併などで常磐炭鉱株式会社を設立しました。そしてその後資源が石炭から石油に移り変わったことによりまして、炭鉱を閉鎖せざるを得なくなりました。そしてそんな時に炭鉱を掘る時に出てきて湧き出ていた温泉というものを何か別の形で利用できないかということを考えまして、1966年、昭和41年、温泉資源を生かして常磐ハワイアンセンターを開業いたしました。その後1990年、平成8年に、現在のスパリゾートハワイアンズという皆様にも馴染みのあるこちらの名称へと、名前を変えました。はい、そして今のところにもちょっと書いてあったんですけれども、皆さんはフラガールという失礼いたしました。皆様はフラガールという映画をご存知でしょうか。こちらは日本アカデミー賞にも、輝いた作品でございまして、弊社の石炭を掘っていた炭鉱時代から、観光事業、今のスパリゾートハワイアンズへつながるこの歴史というものが実話で描かれた内容となっております。ぜひご興味のある方は見ていただけると、弊社についてより理解が深まるかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、では続きまして、入社したらどんな仕事があるのかということをご説明していきたいと思います。はい、まず弊社の主なお仕事はこちらの4つの部署にございます。左上から順に、接客サービスの方では、フロントでの受付、そしてプール監視などがございます。そして左下のクリーンサービスというところでは清掃作業、そして館内の消毒などがございます。そして右上の料飲調理、こちらの方ではレストランでのご案内でしたり会場設営などがございます。そして右下にございます商品販売、こちらの方ではお土産の入荷から売り場作りというところまで、お仕事を担っていただくことになります。こちらにあるように様々なお仕事がございます。ただ、弊社の特徴としまして、こちらにありますように、マルチタスクという考え方がございます。こちらというのが、担当業務になりましたら、それだけを実施するのではなく、どのお仕事でもできるように、配置換えというものを行いつつ、様々なことを学んでいただきたいというふうに思っております。で、そちらの、そういったことをマルチタスクというふうに呼んでおります。ですので、一つの業務のプロだけではなく、ハワイアンズのプロというのを目指していただきたい。そんな思いから、このマルチタスクを進めております。はい、続きまして、社風についてでございます。まず、弊社はどんな社風かと言いますと、アロハの挨拶と笑顔があふれている社風だというふうに私ども考えております。こちらは冒頭にもアロハというふうにご挨拶をさせていただいたかと思うんですけれども、実はお客様だけではなく働くスタッフ同士もアロハというふうに挨拶を交わしております。
このように笑顔あふれる会社で、施設だけではなく、従業員というのも弊社の自慢の一つだというふうに考えております。言葉だけではよく伝わりにくいかと思いますので、こちらの写真をご覧ください。はい、こちらが、事前にこの時間に写真を撮るから準備しておいてねと言ったわけではなく、ふらーっと立ち寄った時にちょっと写真を撮らせてと言って撮った一枚でございます。まあ、こちらを見ていただくとお分かりいただけるかと思うんですが、まあ、いかに普段からこういった笑顔のあふれる社風で働いているんだな、そしてお客様をお迎えしているんだなということがお分かりいただけるかなと思います。はい、そして続きまして、求める人材像についてご説明をしていきたいと思います。はい、弊社の求める人材像、大きく分けてこの3つございます。まず1つ目がコミュニケーション力、そしてもう1つ目が行動力、そしてもう1つが思考力でございます。コミュニケーション力というのは、何も面白い話ができる力というわけではございません。先ほどお話ししました通り、弊社東京ドーム6個分の敷地面積がございます。そしてその中にはたくさんのスタッフが働いております。そういったたくさんのスタッフの方々と、より良い関係を築きながら、そして情報共有を行いながら仕事をしていく力、そういったものをコミュニケーション力というふうに考えております。そして思考力、行動力、こちらに関しましては、考え抜く力、前に踏み出す力とさせていただいております。何か物事を考え抜く力がとても大事です。ただそれを考えただけでは何にも何の結果も生まれませんので、考え抜いたことを前に踏み出す力、前に行動する力、そういったものを兼ね備えている方を求める人材像というふうにしております。こちらでお分かりいただけるかと思うんですが、弊社学歴ではなく人間力というものを大切に見ながら採用していきたいというふうに考えております。はい、続きまして、嬉しい福利厚生の制度についてご説明をしていきたいと思います。はい、まず弊社研修制度がたくさんございます。入社後、新入社員はまず新入社員研修を約1ヶ月ほど受けていただきます。ただその後も、新卒フォローアップ研修など、さまざまな学ぶ機会というものをご用意しております。ですので、成長できる環境が整っている会社でございますので、安心して今後のステップアップをしていくことができると思います。はい、そして続きまして、その他の福利厚生制度についてご説明をしていきます。たくさん弊社福利厚生が制度があるんですが、その中のいくつか抜粋したものがこちらでございます。まず、なんといっても特徴的なのが、年間休日120日というところかと思います。観光業での休日数としてはかなり多い日数でございます。ですので、プライベートと仕事というものを両立しながら楽しく働き続けることができるのではないかなと考えております。そしてその1個下に行きまして、公的資格取得奨励制度というものがございます。こちらが、職場にて必要な資格、必要だと認められた資格につきましては、それを取得する際のテキスト代でしたり、受験費用というものを会社が負担してくれる制度になります。さらにこちら合格しますと、その資格に応じまして、お祝い金というものももらえる制度になっておりますので、お互いが嬉しい、受験する方も会社としても嬉しい制度になっております。はい、そして右側の方に進んでいただきまして、右側の上から2つ目、日帰り施設入場無料というのがございます。こちらは、日帰り施設が入場無料で入ることができるようになりますので、お仕事終わりにちょっと温泉入って帰ろうかなとか、あとはちょっとお土産買って帰ろうかな、ショーを見て帰ろうかなといったことが気軽にできるようになります。そして、その下、右側の下から2つ目のところにもあるんですが、従業員割引などもございますので、施設の中でのご飲食でしたり、お買い物、そういったものが割引で買えるようになりますので、より気軽に弊社の施設を楽しむことができるようになるのではないかなと考えております。また、先の話にはなるかもしれませんが、託児所
なども完備されておりますので、子育て世代になった時にも安心してお仕事をすることができるようになっております。では以上が福利厚生制度についてのご説明でございました。はい、まあ、続きまして選考スケジュールについてご説明をしていきます。はい、選考スケジュールとしましてはこちらにあるようになっております。まず一次選考を4月下旬に行いまして、5月上旬に SPI 受験、そして5月下旬に二次選考、そして6月上旬に最終選考を行います。こちらで弊社のご説明、そして採用スケジュールについてのご説明以上となります。ただしかしこの後またわからないことでしたり、何か相談したいことたくさん出てくるかと思いますので、そのようになりましたらこちらに書いてありますお電話番号またはメールアドレスの方までご連絡いただければと思います。はい、ではぜひ誰かを喜ばせることが好きな方でしたり、サービス業にご興味のある方、ぜひ一緒にお仕事できたらと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。最後に就職活動中の学生の皆さんに一言メッセージをお願いします。はい、ありがとうございます。僭越ながら、メッセージを送りさせていただきます。まず私、数年前ほどに、就活を経験しましたが、今は大変な時期で、自分って何者なんだろうということでしたり、自分何ができるんだろうというふうに悩み、就活をやめたくなる時もたくさんあるかと思います。ただそんな時こそ難しいとは思いますが、就活というものを楽しんでみてください。いろんな企業を知って、さまざまな価値観を吸収して、自分自身が成長する機会だというふうに思ってみてください。そうすると自然と自分自身自信に満ち溢れてきまして、皆さんの魅力がより相手に伝わるかなと思います。皆さんの夢が実現できるように応援しております。以上です。これで常磐興産株式会社の説明会を終了します。ありがとうございました。ありがとうございました。